こんにちは。今日は群馬県は高崎市の榛名湖に来ております。今日はあいにくの天気ということで、奥の山も、霧がかかっていたり、若干雨も降っていたりしているんですが、今日は何を喋、るかと言いますと、この榛名湖、今来ています、この榛名湖の、魅力とその潜在力というのについて、もっと活用したらいいんじゃないかなという、個人的な、意見といった、話をしていこうと思います。この榛名湖というのはですね、先ほども言いましたように住所実は高崎市でして、高崎の中心街、高崎駅とかのいわゆる街中、からはですね約、30分とか40分、下手すると1時間弱かかるところなんですが、高崎市はですね平成の大合併というのがありまして、もともとあった市街地から、に加えていくつか地域がありまして、それ合併したんですね。その中でもこの榛名というの場所も含まれていまして、この榛名というのは榛名湖をはじめ榛名山など、自然豊かなですね場所が、揃っている場所であります。で、榛名山というのはどこかというと、この今画面で言うと右側ですね、右側の霧がかかっているところが、これ榛名山です。というのはですね、この榛名山、何が素晴らしいかというと、この、映像ですね、見ていただけるとも分かるとは思うんですけど、これだけ群馬県内でも自然豊かで、またこの榛名湖というものですね、全国的に見るとそんな大きい方ではないんですけど、実際来てみますとですね意外と大きさありまして、この榛名湖というのはまた、今いろんな県で湖とかあると思うんですけど、群馬県内ではですね、他にも、湖を挙げるとすると赤城大沼、これは名前上沼なんですけど、見た目的に言うと、そんな感じで、そんな自然多く残るこの高崎の中の、この榛名という場所ですが、近年はですね、なかなか、これ何回も実は私訪れているんですけど、その地元の、商店をやって営んでいらっしゃる方と、少しお話しする機会があったんですけど、昔ほど、少し今は昔に比べると寂れてしまったということでですね、なぜなんだろうと、ちょっと考えてみたんですけど、高崎市と言ってもですね、以前、別の動画でも、ちょっと話したことあるんですけど、高崎からですね新幹線乗ると15分で軽井沢に着くということですねがあったんですけど、これはですね、高崎市、先ほども言いましたが平成の大合併でですね、今隣接している、市町村で前橋とか、あるんですけど、実は長野県の軽井沢町も高崎市と接していまして、かなり面積でいうと、大きい方に入るわけですね。そんなわけもあって、どうも街中からのアクセス性ですとか、かなりこう山のね、こう自然が豊かな地域なんで、こう道で来るときもこう結構くねくねした道とか、山特有なんですけど、時間は多少かかってはしまうんですけど、実際来ると本当に素晴らしい場所なんで、私もすごい好きな場所なんですけど、何がいいかと言いますとですね、一つ目はですね、この自然という話もありましたが、ここ、なんていうんですかね、街中から離れてるとあったんですけど、離れてるということでですね、今この撮影してる時期はもう9月に入ったんですけど、以前はですね、夏の、真夏の暑い日とかにも来たんですけど、この今目の前に映ってますですね、レンタルボートというのがありまして、それ乗ってこう、真夏のすごい晴れた日ですね、今日とは違っても晴れた日だったんですけど、
湖上の上ということなんで、まあ、かなりですね、ひんやりしていて、まあ、真夏なのにですね、まあ、ひんやりしてて、まあ、なかなかこれは、いい資源だなという、まあ、魅力だなというのを感じました。で、あと2つ目はですね、どこかという魅力の、話ですね。どこかと言いますとですね、まあ、何よりもですね、まあ、この自然を生かした、まあ、いろんなことができるという、まあ、ボートもそうですけど、まあ、さらにですね、まあ、カッターですとか、まあ、あとこの榛名山ということなんで、まあ、山登り登山もそうですし、まあ、あとですね、さまざまな、まあ、レンタ、なんですかね、レンタサイクルというのでしょうか、まあ、レンタサイクル貸し自転車というやつですもあったりとか、まあ、この榛名山ちょっと今映って画面上映ってないんですけど、まあ、ロープウェイとかもありましてですね、まあ、なかなかこうなんていうんですかね、非日常を体験できるという、まあ、スポーツであったりとか、まあ、登山とかですね、まあ、アウトドアというんですかね、こういうのはどちらかというと、ですね、まあ、そういった、まあ、非日常の体験ができるという場所ですね。で、あとはですね、3つ目はですね、まあ、これはちょっとまだ私泊まったことはないんですけど、まあ、ここ、まあ、調べてみますと、まあ、旅館ですとか、まあ、ホテルとかですね、まあ、若干何軒かあるようでですね、こう、まあ、実際泊まっていないのに言うのはどうなのかという、まあ、こともあるかとは思うんですけど、まあですね、まあ、真夏とかですね、まあ、暑い時期とかはどうなのか分からないんで一回泊まってみたいですね。宿泊施設とかもありましてですね、まあ、非常に観光資源に、まあ、恵まれた場所が、この高崎市榛名という場所だと、思います。まあ、一時期の、まあ、昔と比べますとですね、やはり、まあ、なんていうんですかね、活力が、まあ、なくなってきてしまっているということなんでですね、ぜひですね、まあ、自治体ですとかですね、まあ、あと、まあ、群馬県とかですね、まあ、協力してですね、素晴らしいこの観光地をですね、もっと大々的に、まあ、私もまあ、そういう PR とかですね、まあ、できる限りのことはやりたいんですけど、まあ、自分でもまあやれることはまあ限りあるんで、まあ、ぜひですね、そういった県やですね、自治体の方にもっとですね、PR とかを頑張っていただけたらなと思います。はい、ということでですね、今日は、この群馬県高崎市の、榛名、まあ、特に榛名湖とか榛名山のですね、魅力をもっとこう、生かしていけたらいいなという動画をお届けしました。この動画はですね、まあ、こう、たまにフリーのテーマでこう、まあ、直撮りで、まあ、話すということをやってますので、そういった話してほしいテーマなど、ぜひ募集しておりますので、コメント欄から、おすすめ、こういうのがあるよというのとかですね、おすすめいただけたらなと思います。好評でしたら今後もこういったシリーズ続けていきますので、高評価やチャンネル登録を、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。